画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。いやー、ちょっとね、難しいね、最近は。イラプションがないと、やっぱり、なかなか難しいですね。イラプションに代わる遅延パークを探しているんですが、長らくね、弱体化以降、まあ、1年半ぐらいかな。1年半も経ってたっけ？あってたと思うんだけど、それぐらいね、使ってなかったイタチ。最近というか、ここ、2試合、プレイグで使ってるんですが、ちょっと1試合前は、あ、ダメか。当たんなかったか。この地形がめんどくさいんだよね、一番。桟橋の中では。割るしかないか。あ、ダメか。オッケー、倒せる。まあここら辺かな。ここら辺を中心に立ち回っていこうか。向こうがつくね。イタチは昔一律で発電機のね、25% の修理交代があったんですが、まあ、効果変わってからは現段階での 25% になってると。いうわけで飛ばない。よいしょ。親板使わせることに成功した。プレイグってやっぱね、強いキラーなんで。強いキラーだからこそ、まだどうにかなるっていうね。よいしょ。これオフレコじゃないんで、殴りに行けますね。ん？よいしょ。まあ、地下釣りますか。地下釣って真ん中に次プレッシャーかな。よいしょ。さあ、これでユンジンは動きづらかろう。ああ、つくか。そう、このペースでもう2台ですからね。最初つまずいたのに。ネアのダウンも取りたいですね。オッケー。あ、でしょ、ケーキ漬けね、ケーキ漬けも。マイブームというか。使ってます。よいしょ。あ、ウリーヤできない。ウリーヤできないんだったら、ネアを地下に吊るしましょうか。よいしょ。地下回りで立ち回りたいですね。桟橋上を一応見つつ、よいしょ。桟橋上を見つつ、そこ、ここ、ここかな。桟橋上は結構ね、巡回が面倒なんで。よいしょ。昔だったらこれがもう完全に交代してたんですが、でジェイクとミカエラがそっちにいるってことは、92蹴るのがユンジンだけなので、
こうやってプレッシャーかけましょうか。これね、プレイグだからできるプレッシャーのかけ方なんですよね。普通の2パンキラーだったらプレッシャーにすらならないんで。とりあえず真ん中見ていいかな。不協和音、まあまだ回らないんで、半分切ったの見てこっちにプレッシャーいくでいいかなと思います。でジェイクのダウン取れれば景気づけ入るんで、入らなかったとしてもイタチがあるしね。ああ入んなかったか、よいしょ。ああなんていうかイタチが強いかプレイグが強いだけな気がするな。よいしょ。最近はなんかもうマップゲーみたいになってるからね。よいしょ。ミカエラが直すんだ。直し始めてるね。はい。OK。で、ライトもありますが、これは大した効果にはならんと。よいしょ。やっぱ、恵みも無力化できるからね、プレイグは。で、そこよりもそっちかな。あんまやってないな。とりあえず、桟橋見とくか。桟橋ですね。でちょうどオダクの土砂も終わると。でこっからは海を入れつつ立ち回っていきましょうか。そっち回される方が嫌なんで。シャドウステップか、それは厄介だな。あ、窓枠濡らしといて。シャドウステップは消そう。よいしょ。先にゲロかけとくべきだったか。OK、でニア行こうか。そこの板が使ってないんだよね、確か。もう離れるの早いね。じゃあまあ、プレイングでこうやって圧かけつつやっていきましょうか。ああかかんね。よいしょ。ん、これでカーン来るかな。来たね。いや当たんね。殴る。これジェイク狙っちゃおうか。OK。 どうしようさ。いや、釣ってから蹴ろう。
いや、昔と考えてね、考えることが多すぎてね、イタチ。確かに強力なチームパークであることには変わりないんだけど、やっぱね、昔の姿を覚えてるからね。シンプルに弱体化されたパークって使いたくないじゃないですか。ね、あると思います、そういうの。プレッシャーかけられるキラーは強いね。来てる来てる。はい、やっちゃった。まあでもいいか、板ないし、そこ。そこの板さえ使っていただければ。逆側から割りましょう。よいしょ。飛ばないか。ちゃんと見てる。おお、うまいね。強眼は反応してるんで戻ります。通常ダウンが取れれば、ああ、うまいね。上か。よいしょ。やっぱね、プレイグが強いですわ。イラプションあった時も強かったんだけど、まあ、やっぱなんだろうな、プレッシャーのかけやすさが段違いですね。あれ自力ですね。うまっ。よいしょ。この間か。ジークも終わりかな。よいしょ。やばい、イタチが強いのか、ケーキ好きが強いのか、普通に呼び声が強いのか、不協和音が強いのか、それともはたまた普通にプレイグが強いのか、よくわかりませんけど。でもね、やっぱマップとかでかいと思う、ね、よいしょ。時間の計測始めてから分かったんですけど、初動をね、1分以内に収めても、1分以内でダウン取っても、つくんで、普通に、発電機。これ、異常なことだと思うんですけど。開幕1分すらチェイスできてないのにつくっていうのはかなり異常なことだと思うんですけど、普通に離れるな。
ウェアデのフェイント嫌ってるか。もう今日もね、本当にあの最初2戦ほどあの開幕1分でダウン取ったにもかかわらず普通にね通電するっていう、まあ、喜びの庭だったんですけど、やっぱね発電機にプレッシャーかけにくいマップってあるんですよね、まあ、その時プレイクじゃなくてナイトだったんだけど、なんかねそれは果たして健全な環境なのかというのは思いますね。多分これもまたあのキラー動画の方が先に出るんですけど、あの1分というかあの開幕1台つく前にダウンすることがほとんどなんですよ。昔イラプションがあると、まあ、それだともうよっぽど中盤のチェイス頑張らないとサバイバーきつかって、まあ、それが普通の私はあるべき環境だと思うんですけど、イラプションを、ね、使わないとね、まあ、つきますね、大体。で、まあ、開幕1分もチェイスできない、1分少々、1分半、まあ、1台分90秒ですよね、1分半すらチェイスできないってことが多発していて、ファーストチェイサーがね、まあ、その事態も異常だと思うし、初動で40秒、50秒でダウン取られてるのに、発電機が普通につけきれるってのも、異常なことなのかなと。普通につきますからね、発電機。ね、思いますね。なんか、大丈夫か、このゲーム。って思います。時間計り始めて分かったことなんですけど、ね、なんか、おかしいよね。という感じで、はい、久しぶりのイタチでした。イタチ前のに戻ってほしいな。ね、イタチ戻してくれ、本当に。イラプションはもう諦めるから。イタチだけでも。それか、景気づけを通常攻撃以外にも乗せるようにするか。せっかくデモゴルゴン、まあ今は共通パークですけど、デモゴルゴンが持ってきたのに、シュレットに乗らないもんね、これ。これせめて、こんな控えめな効果なんだから、普通に、いかなるやり方で瀕死状態にしてもにしてほしいね。はい。という感じの、最近の愚痴みたいなもんでした。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。